はい、こんにちは。パーカッション高見です。この動画では、こちら、ウドゥという楽器を紹介していきます。というのもですね、昨今の感染症対策で、皆様、家にいる機会が増えて、なんかこう、家の中でできる趣味があったらいいのになと思う方が増えたんじゃないかなと思いましてですね、そんな方におすすめなのが、このウドゥでございます。はい。で、なんかこう、楽器やりたいなと、なんかこう、気分転換にパーカッションとか叩きたいなと思っても、なかなかこのパーカッション、音がでかいと、くじょくちゃうよと。いう感じなんですけれども、このウドゥはですね、ご安心ください。なんと音が小さい。で、家で叩ける。はい。でですね、今このすごい感度がいいマイクを近づけているのを見てわかる通り、こういう数あるですね、パーカッションの中でも圧倒的に音量が小さい部類の楽器になります。で、例えて言うならですね、大体この人の話し声と同じぐらいの音量になりますので、もうマンションでもアパートでも余裕で家の中で叩けます。はい、では楽器の紹介です。ご覧の通りですね、これ壺なんですね。もう本当に壺で、もともとはですね、西アフリカのナイジェリアという国がルーツで、土粘土を固めて、こういった形状にして焼いたものを叩いていたと。で、こんな感じでですね、叩きながら歌ったり踊ったりしていましたと。で、現在ではですね、この独特のサウンドを使ってアコースティックな音楽だったり、空間系と呼ばれる、雰囲気が重要なですね、アンビエントな音楽でよく使われるようになりました。で、今楽器屋さんで手に入るウドゥには大きく2種類ありまして、1つはですね、さっき言った粘土から作ったもの、いわゆる陶器のような素材のものと、もう一個はこちらのような特殊なセラミックだったりファイバーみたいな感じで特殊素材でできたものもあります。はい。で、粘土から作ったものは本当にリアル壺って感じなんで、これもう落としたらね、割れます。はい。で、特殊素材はこの耐久性がすごく高まっているので、よほどのことがない限りは割れないという安心感があります。で、この壺の口以外にですね、もう一個こういうふうに穴が開いておりまして、この穴を手で塞ぐと、はい、こんな感じで低い音が出ます。で、こうドーッとこう音が伸びてたと思うんですけども、この伸びてる間にこの手を離すと、ダーッダーってこう音程が変わったの分かりますかね。これ音がベンドするって言うんですけど、こういうベンドするサウンドを出すことも可能です。で、これを短く叩くと、はい、このような音になります。なので、これ組み合わせてですね、例えばみたいにリズムにすることもできます。で、この穴以外のところを叩くと、これ結構高い音がします。で、これ別にどこを叩けって決まっていなくてですね、どこ叩いてもいいんですよ。ただこの楽器の形状だったり個体差によって、この音が良くなる、よく響くポイントが違ってくるので、大体その楽器の良くなるポイント、スイートスポットを探して、そこをメインで叩くっていう感じになります。で、この低い音と高い音を組み合わせて、みたいな感じで叩くことができます。で、ご覧の通り全然こう強く叩いてないんですね。もう軽くこう手を当ててあげればなります。高い音でも指先でこうちょんちょんちょんとやれば、十分なってくれますので、これからパーカッションを始める、初心者の方の入門楽器としてもおすすめです。で、メーカーによってはこの低音高音以外にもこういう、はい、特殊なサウンドが出せる楽器も出てたりします。ちなみにこれはね、この中に
水が入ってて、この傾きで音程が変わるよっていうアイデア商品なんですね。はい、いかがでしょうか。ウドゥ欲しくなってきましたでしょうか。でこれ気になるお値段がですね、一番安いクラスのものでだいたい5000円くらいで、一番多い価格帯が1万円台っていう感じです。ちなみにこれも1万円後半、まあ、2万円しないぐらいです。でプロユースのものだったり、すごいちゃんとした陶器でできているものだとだいたいで5万円くらいで売られています。で他のパーカッションにはないこの独特なサウンド、これがすごい気持ちいいですよね。なんかちょっとこう瞑想にも使えるかもしれません。であとはね、家で YouTube とか Netflix とかですね、もう見ながらでもこう叩けてしまうと、でそんなうるさくないんでね、邪魔にならないと。で僕自身もね、なんか YouTube とか見ながらこうへーとかこうやって練習しておりますので、ぜひねこのウドゥ一家に一台いかがでしょうかという紹介でした。はい、でもしこのウドゥ興味ある方が多ければですね、いろんな叩き方のレッスン動画なんかも上げようかなと思っておりますので、そういうの見たいよ、興味あるよという方はですね、ぜひコメント欄に書いてください。であるいはね、この動画を見て、おウドゥいいじゃんと、買ってしまいましたと、あれと、おいこらタガフミと、おめが勧めてからウドゥ買ったけど全然叩き方わかんねえこの野郎と、いう方いらっしゃいましたらね、僕は責任取ってあのレッスン動画を出しますので、ぜひコメントでアピールしてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信、毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップも行っておりますので、引き続き要チェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。